お待たせいたしました。お待たせしすぎたかもしれません。昭和最後のエレゴトシ、またの名は昭和最悪の愚か者、村西徹でございます。私の30年代のビジネスパートナーでもございました巨乳バカ一代のが会長でございます。皆様拍手でもってお迎えください。北関東一の足の付け根が締めます締めます山手線相沢みなみちゃんでございます。ファンがアダルトアワードにて最優秀女優賞をいただきました。全裸監督にも少し出演させていただきまして、そのご縁で今回村西徹監督にお呼びいただきました。よろしくお願いします。皆様、彼女はですね、今ファンザと言いましたけれども、日本のナンバーワンの人気女優 AV 女優を決めるコンテストがございまして、そこでナンバーワンになったのです。いかがでございますでしょうか。AV 女優と言いますと、皆様の感覚からしますとね、置き引きとか万引き、あるいはコンビニよりちょっと上のクラスの職業だと思われてるかもしれませんが、そうじゃありませんよ。ともかくですね、 AV 女優との顔が良くなければいけない。見てください、この可憐な少女のようなお嬢様のようなお顔であっても、なおかつちょっと見ますと張り沿ったバスト、くびれた腰のライン、そして足の付け根がどどめった松陰神が蝶結び状態とこの、そしてなおかつ先ほど申し上げましたように、締めます締めます山手線プラスアルファ、織物の匂いがラベンダーの匂い、こういう感じじゃないと AV 女優になれないんですよね。やめてくださいよ、万引き、大き引き、ポン引きのちょっと上のクラスだろうなんていうのは。まあはっきり言いましたら、500万人に1人と言っても過言じゃないです。もう私はここ隣に行きまして、確かめを起きそうと思います。星がりすぎちゃって今回全裸監督190カ国で放映されております。全世界的に大変なブームを呼んでおります。その原作者でございます本橋先生でございます。皆様、なお盛大な拍手でもってよろしくお願いします。それだよ。あのね、森田先生は物を確保です、ね、私は千鶴を確保ですからね、饒舌じゃないんですよ。下使いの方もね、お許しください。お客さんの中から私の方に対して何かご質問などございましたら受けたまりたいと思いますが、どちら様かいらっしゃいませんか。何か聞いてみたい。はい、どうでした。お嬢様、ナイスですね美しすぎます。野田社長、村内監督にお聞きします。はい、それぞれ そのモデルの世界、アダルトの世界ありますけれども、何かこう着眼点とか見方の違いってあるんでしょうか。はい、これはですね、巨乳バカ一代に答えてもらった方がいいと思いますいわゆる今でいうイメージビデオね、我々のタレントさんがよく出しててイベントにあちこちやってるよね、あのクソみたいなビデオね、うん、いや本当にね、昔の撮り方からすると本当にクソ、あの車上連中全部俺回ってね、こんなことやってたらこの業界潰れるぞって話したら、案の定300万しか売れてないって。全部どんな子でも、これは我々、僕の今までの業界でも言われるんだけど、ね、まあそれだよね。AV にね、まあ、女優って名前です。どう、この人なんだ。だっていいでしょ、これで。もし喋ったらこの人に喋らせないからさ。あのね、野田さんの話面白い。存在感で喋ってるけど、ね、要するに阿弥陀仁みたいになっちゃって。ね、どこに行くか分からなかった。その通り。お客様がおっしゃりたいのは、
アダルトビデオの世界と野田会長が追求している巨乳のエロチズムの差は何ですかって、こういうことでしょ。コントラストを追求したわけ。エロスとなコントラスト。コントラストっていうのは、まあ、極限はね、生と死です、ね、生の希望と死の絶望、この落差がコントラストですね。でこのコントラスト、落差が原動力、全ての人間の原動力になってるんだけど、意外性なんです。意外性というのはこれ、アイザックみたいね、お嬢様、お姫様のような方が股間に松陰神のとどめ色の蝶結びを持っていたの、期待したね。この落差です。野田社長の場合も要するに落差は胸に追求なさったわけね。で私どもはへそ下三寸に追求した。絵の下の落差なんだ、落差を追求するお仕事なんですよ。これを野田社長はお話したかったんですね。お話したかったんですよ、ね、サービス精神旺盛だ。つい私もカメラを下に置いてしまう。もういつ終わるのかと思って疲れちゃった。何段締めですかとか、なんかないですか、間くに。はい、どうぞ。行ったことがないんですけど、どういうか。素晴らしい。これはね、相沢君、相沢君なんか本当にね、最低でも15人ぐらいまではね、カバーできますからね。相沢君、どうしたらあのようにいけるんでしょうか。自分でもいけないってことですか。じっくり時間をかけてみてください。ちょっとだけご紹介した方がいらっしゃるんです。浅見ゆまちゃんいらっしゃる。今日は浅見ゆまちゃんが特別にご来場いただきました。あ、ゆまちゃん一言だけ。あ、マイク行きましたよ。はい、すいません。皆さん突然すいません、ご紹介に預かりました浅見ゆまと申します。ですね、先日あの村西徹さんとですね、あのセミナーの方でご一緒させていただきまして、そのご縁であの今日あの公開あの舞台挨拶があるということで、もう私もすごく興味があったので、ぜひぜひということで今日あのご招待させていただいたんですけれども、本当にもう素晴らしかったですね。もう衝撃の映像ばかりで、こうどんなことを次監督が発言するなのだろうとか、すごい見入ってしまったんですけれども、改めて今日は本当に村西徹さんの素晴らしさというものをあの教えていただきました。本当に今日お招きいただきありがとうございました。村西監督、うさいね、ご丈夫はねえんじゃねえかと、彼持ってんじゃねえかと、彼見えっぱりだから、借金の額も50という割にご褒美じゃないんだから、それが怪しいと。まあ非常に年収100億でやってましたから、そういう意味でね、物件を山ほど買えた。その物件があっちに10億、こっちに10億、こっちに10億、バブルでもって、私は倒産してしまって、売りに出した。10億のやつが、まあ、大体7分の1ぐらいで、しか売ることができなかった。だからそこでも8億ぐらいです。これ物件だけでも20何億借金来ちゃった。手を出しちゃいけないようなところで、ここに手出しちゃって、あの、群馬県の山奥に連れて行かれた。ダムの上に立たされて、もう金なんかいらないからこっから飛び降りてくれ、こんなね香ばしいこと言われちゃって、ね、で、あのシシコリで頭の20億だけはね、読んどくらない既得のお金だからシシコリで返したというのがこの作品なんだし。そんなことで野田社長、最後に一言。面白かった、2人が。僕まだ見てないんで何とも言いようがないんですけど、これからじっくり見ようと思ってます。この人本当にエロを語らせたらもう天才ですから、やっぱりね面白い。30何年ぶりにこの間ばったりのね、もたいさんと会ったんですけど、もうふっと入っていっちゃうんですよね。新春の日韓現代で巨乳大会で巨頭大会やってますから、新春の日韓現代で。なんでやんなきゃいけないのって俺言ったんですけど、もたさんのねあれだからやろうと思って、何喋ったか覚えてないですよ。
本当に。いやでも35年前の、あの読み方でしたよ。そこに知ってた。どこに行っちゃうんだか分からない。まあとりあえずあのこういうふうに、ね、素晴らしい、ムラシスポールっていう人間はこうやって健在で生きて、これからもまたこの業界でナイスですねってやると思いますけども、いつまでたっても同じことやってんじゃねえよっていうふうに、まあ、叱る人もいていいんじゃないかなというふうに思っておりますんで、まあ、応援方々叱ってやっていただければありがたいと思います。はい、カナのね、ハラちゃんにこれ見てもらいたかったらね、本当にハラちゃんにはそれだけは残念です。おっしゃっておりますね。はい、ありがとう。じゃあ、最後に、はい、本日はお招きいただきありがとうございました。はい、映画、あの試写会にも呼んでいただきまして、あの見させていただいたんですけども、すごいあの作品は村西徹監督じゃなきゃ取り上げ取り切れなかったなととっても思いました。あの監督の人間性があったので、すごい感動的な、はい、映像ばかりでとても面白かったです。はい、この AV の裏側というものをご紹介したのは今回この本作が初めてでございます。あの善田監督にありますように、死にたくなった時には下を見ろ、お願い、ただそんなメッセージを皆さんにお届けしたいと思いまして、あの作品をこの作品を完成させました。どうぞ皆様、AV 業界これからもよろしく一つお願いしたいと思います。本日は高木壇上より生意気なことを申し上げましてお許しくださいませ。ありがとうございました。あ、じゃあすいません、まず、すいません、左手の方のまずマスコミの方だけ先に交わしていただきます。